前線を狙う横浜といった構図、これは変わりません。さあ京都は前で奪ってチャンスになった。オーナーが拾って、オーナー、いや、シネイロが決めました。3点目。この切り替えというところ、こうから主というところ練習をしていたそうですけれども、しっかりと切り替えが早かった重廣拓也です。今シーズン2点目。これね、ヨンアピンがこう、ね、ボールをインターセプトされて、はい、で田代が、まあ、大きくクリアしようとしたんですけど、まあ、それがこう重廣が、ね、うまく拾って、まあ、最後は冷静に、ね、決めましたよね。まあ、キーパー見ながらね、まあ、アウトコースを、ね、狙ったシュートでしたね。まあ、2つミスが重なりましたね、岡村 C からすると。4アピンのところと田代のところで、そこをうまく